こんにちは。いつも夏休みです。今日はですね、行こうと思ってた場所があります。それはですね、世田谷区です。以前ですね、世田谷区の動画が見れるからってことでですね、登録していただいた方がいらっしゃいました。ありがとうございます。まだ行く場所をですね、ちょっと決めてないんですけども、どこにしようかなっていう、もう計画性がないんですよね。で、ここはですね、十字がですね、長いですよね。ここはですね、スーパーもやり、あと、居酒屋なんかもですね、経営してますよね。で、十字屋っていうですね、居酒屋は、本当によく通ったわけなんですよ。2階にもですね、離れっていう、場所があって、いいですよ。で、名物はですね、十字屋焼きです。見た目ですね、オムライスみたいなんですけども、中がキャベツなんですよね。まあ、人によっては、キャベツでがっかりっていうこともあるのかもしれないですけども、もうですね、ちょっと遅い時間に行くともうすぐ売り切れてます。まあ、十字屋以外で言うとですね、はぐれ雲とかですね、あと、二階堂用水沿いの、みつる、そして、高津の駅前になっちゃうんですけど、ほおずきですよね。まあですね、そのくらいですかね、いいなと思うところ。まあ最近ですね、まあその辺り、吉野家のとこ曲がっていけば、居酒屋バーって並んでますよね。まあただですね、呼び込みがすごいんですよ。呼び込みっていうよりですね、客引きですよね。まあですね、歩いてる人に立ちはだかるとかですね、あと、しつこく追いかけてくる場合は、違法になるので、そういうことをやってる店はですね、絶対ダメなんで、入らないでほしいです。さあ、渋谷駅発祥の蕎麦屋、渋蕎麦ですね。ここちょっとリニューアルしてですね、前は電子マネーとか使えなかったんで、今ありがたいですよ。すごく注文しやすくなってですね。で、これが人気メニュー。なんだっけ、ピリ辛ネギそば。いや、結局ですね、桜新町です。長谷川町子美術館、案内ありますよね。そうです、サザエさんの町ですよね。国民的漫画の、舞台になった場所です。で、今はですね、そこまでそのサザエさんの漫画のような雰囲気はないんですけども、ちょっとですね、行ってみたいと思います。いや、桜の花咲いてましたね。この地はですね、想像通り、ソメイヨシノをですね、道路の両端に植えて、そういうことがですね、由来になってます。サザエさんです。4人揃ってますよね。マスオさんいないのか。サザエさんもいない。サザエさん、これは全部バラの花ですよね。これ素晴らしいですね。時間かかったでしょうね。これ本物ですよね。そしてマスオさん、サザエさん、タラちゃんですよね。どうぞあります。出迎えていただきました。やっぱりですね、桜の木が多いです。で、磯野家の住所はですね、ちゃんと桜新町旭ヶ丘という。で、旭ヶ丘はですね、架空のものになるんですけども、やっぱちゃんと桜新町なんですよね。で、そこをですね、左に曲がると、サザエさん通りになります。で、今ですね、長谷川町子美術館休館中ですよね。
まあ私こういうこと多いんですよ。それではですね、サザエさん通り行ってみます。まあですね、この辺はその高級住宅地であるわけですけど、まあ、そこまでなんか落ち着いた感じですよね。雰囲気がすごく良くて、なんか昔ながらの商店街の感じが、まああえて残してるんですかね。高い建物もなく、いやー、まあ自由にですね、こうやって歩くのはもう本当、小旅行というかですね、プチ旅行ですよね。まあサザエさんはですね、特に興味があんまりなかったんですけども、この機会に調べてみました。で、やっぱりですね、サザエさんが、年齢が24歳ですよね。まあもうこれ有名なんですけども、まあ当初ですね、まあ30歳ぐらいかなというふうに思ってました。そしてその髪型ですよね。これは実在します。昔ですね、まあ、流行ったそうなんですけども、いや、特徴的ですよね。昭和20年代に流行した、モガヘアってことで、モガっていうのは、モダンガールだそうです。まあ、似合う人は似合うんでしょうけどね。まあ、大きなお世話なんですが。で、カツオですね。磯野カツオは、まあ、ずっと、まあ、サザエさんの子供なのかなと、思ってました。まあ、本当にですね、調べてみると、原作では、16歳、年が離れてるということです。まあ、無理もないですよね。まあ、だからですね、ネットでは、まあ、異母兄弟なんじゃないかっていう説が、すごく載ってるんですけども、まあ、ただですね、昔は、このくらいの年の差の兄弟っていうのはですね、普通に、まあ、存在していたということです。まあ、あと、カツオのですね、大好物は、カツオのたたきということです。ウィキペディア載ってました。素晴らしいですよね。で、磯野ワカメは、まあ、原作ではですね、性格が結構まあわがままで、なんて言うんでしょう、アニメとのカツオくんとですね、ちょっと逆転してるような、そういう性格だそうです。ちょっと、まあ、悪さしたりですね。まあ、だから、あと、名前ですよね。私、サザエさんってみんな、海産物ですよね。名前が。まあ、ただ、カツオはまだ、わかるっていうか、いそうなんですけど、ワカメっていう名前はですね、なんか同級生に、まあ、確かワカメちゃんだったと思うんですけど、まあ、ちょっとかわいそうですよね、なんか。で、そこの交番の前にですね、サザエさんの像立ってますよね。いやー、街、サザエさん一色で、いや、ほんと素晴らしいですよね。好きな人は。まあ、私もですね、よく口癖で、まあ、これ好きな人は好きだよね、とか言うんですよね。でも、当たり前のことですよね。まあ、あんまりちょっとそれは言わないようにしようと思ってますが、まあ、後ろからサザエさん、すっごいですよね。いや、それ初めて知ったんですけども、いじわるばあさんもですね、長谷川町子先生原作ですよね。まあ、テレビドラマとかでですね、よく見てました。青島由紀夫主演ですよね。まあ、今だとですね、結構いたずらが結構ひどくて、ちょっと、まあ、犯罪すれすれとか、もうほぼ犯罪っていうですね、いたずらであったり、まあ、放送禁止用語みたいな、差別用語とかですね、結構使ったり、なかなか今放送できないんじゃないですかね。面白かったですよね、でも。あ、ここがですね、
長谷川町子美術館入り口、このレンガ休館中でしたよね。ですね、もともとその中に入ろうとは思ってなかったですよ。撮影もできないでしょうし、負け惜しみなんですけども、確かここにですね、いじわるばあさんの像があるって聞いてたんですけど、どっか裏なんですかね。そのまま行って、でですね、公園があるんですよ。出た。サザエさん公園ですね。そのままなんですけども、ちょっとですね、入ってみたいと思います。いや、こじんまりとしてるんですけど、いい公園で。ちゃんとですね、日本庭園のようなしっかりとしたね、作りですよね。で、像があります。揃ってますよね。ですね、ちょっと私みたいにちょっと怪しい人間がですね、公園にいると、通報されかねないので、そろそろ行こうと思うんですけども、で、私ですね、マスオさんの、モノマネができるんですよ。結構昔からやっててですね、かなりちょっとクオリティが高いんで、そういう風な感じで、聞いていただければいいかなと思います。ダルちゃん、そろそろですね、このサザエさん公演を後にしたいと思います。でですね、本当に地面にもカツオ、そしてタマですね。タマってあれですね、名前が海鮮っていうか海の名前じゃないんでしょうね。海にした方が良かったですよね。どうして。立派な、松の木ですかね。ありますよね。で、次の場所行きます。で、私はですね、結構その散歩するときは、一駅歩くっていうのが、ほとんどですね、習慣になってまして、時間的にもですね、小1時間、ブラブラしても、ちょうどいいんですよ、距離も。あまり無理してですね、疲れないうちにやめるっていうのが、ここ、ちょっとその、コンビニですね、ちょっと寄っていきたいと思います。黒ウーロン茶ですよね。ちょっと減量中で。しかし、スパムのですね、おにぎり買ったらもう、プラマイゼロどころか、これだからダメなんですよね。ただですね、あのおにぎり美味しいんですよ。それじゃ痩せないですよね。こういう道、歩いてるとですね、いろんな情報が入ってきますよね。セブンイレブンですよね。ここ最近ですね、やっぱコンビニは高いなと。お茶なんかも、スーパーと比べると、ね、ペットボトルとか、倍ぐらいしますよね。ものによっては。だけどですね、便利なんですよ。ここですね、桜ですよね。もう桜並木になってますから、もしかしたらこれがですね、桜新町の由来にもなってくるところなんですかね。
関係ないんですかね。でもですね、そのシーズンにすごい綺麗だと思いますよ、これ。まあ、いいとこですよね。やっぱりこの辺来るとですね、高級住宅地の雰囲気が漂ってますよね。それですね、ここに来るとですね、ヤクミツルさんですね、世田谷区の桜新町出身なんですよ。で、もともとですね、漫画家ですよね、ご存知の通り。で、プロ野球のですね、4コマ漫画なんかが、で、独特の絵ですよね。本当にうまいなと思ってまして。で、その方がですね、昆虫が好きなんですよ。確か、なんか昆虫協会の、副会長やられてると記憶してます。本格的ですよね。で、私なんか前、本なんか買っちゃったりしてですね、結構ファンなんですよ。で、まあなんかテレビに出てね、亀田のね、親父さんとこうやり取りしたところが結構有名ですよね。まああれは完全にですね、茶番劇なわけなんですけども、その茶番劇のですね、悪役をやることが多いという方ですよね。で、まあ、画面に写ってる写真はですね、オサムシです。青オサムシという昆虫ですね。これは父親が、撮影した、画像ですね。あまりにも美しくてですね。で、これやっぱり、自然の美しさということで、まあ人工的には出せないんじゃないかなといつも思ってます。メタリックの輝きですよね。それでですね、オサムシは、その名を聞くとですね、思い出すんですけども、同じまた、漫画家の、手塚治虫先生ですよね。まあ誰もが認める、神様ですよね。で、そのペンネームというかですね、オサムって書くのが、オサムの後に虫ってつきますよね。あれはそのままオサムシというふうにも、呼ばせてたようなんですけども、まあ小学生の時にですね、庭にまあ昆虫がたくさんいて、で、そのうちの一つのオサムシがですね、大変好きだったようで、まあ、そしてですね、隣の建物は、駒澤大学深川キャンパスということでですね、ちょっと遠くに、なんか、スタジアムの、なんかで、伝統っていうか、ね、ライトみたいの、今一瞬見えたんですよ。そうですね、もう、ここに詳しい方は、もうわかるのかなと思います。目指しているのはですね、駒沢オリンピック公園ですね。まあですね、オリンピック公園って名前ついてる通り、オリンピックに使われたわけなんですけども、1964年ですか、の東京オリンピック。で、サッカーとかですね、レスリング、アイスホッケーだったですかね。結構ですね、メインの、競技とかやってるわけですよね。バレーボールもだったかな。まあだからですね、すごく広いんですよね。綺麗で。まあですね、一回ちょっと歩いてみたいなと思っていた場所ではあります。まあ、オリンピックについてはですね、去年ですね、東京オリンピック、本当よくやりましたですよね。本当にすごいなと思いました。もう無理だと思ってましたから、そう、まあ、ただですね、まあ、ちょっと思ったのが、まあ、サッカーとかですね、ああいう野球とか、
もうなんかメインの、まあ、ちゃんとリーグがあるですねスポーツは、なんでしょう、オリンピックでやる必要ないなっていうのはもう毎回思って、なんか価値があんまないですよね。結局はメインのメンバーじゃなかったり、それとあのスケボーとかね、ああいうの、まああんまそういうこと言っちゃいけないんだと思うんですけど、まあ、競技はですね、あんまりコロコロ変えてほしくないですよね。ちょっとその価値が減っちゃう。このバードサンクチャリー、こういうところでですね、なんかちゃんと見た覚えがないっていうかですね、まあこれはいいことですけどね、ちゃんとこう保護して、まあですね、すべて見たことはあった鳥ですけども、まあ本性インコ混ざってましたよね。あれはもう外来種で、まあそれが今のこのね世田谷区、でまあオリンピックですよね。まあだからですね、まあ私ですね、本当のこと言えばこうスポーツとかですね、まあ見るの大好きで。ね、あの野球もボクシングも、まあただですね、やっぱりこう自分もですね、まあ例えば生まれ変われるなら、なんかですね選手になってみたかったですよね。ちゃんと小さい時から鍛えて、まあただですね、そういうことやってもあの本当に一握りなんですよ、あの一流になれるのは。で一流になったこう名選手もですね、その後、まあコーチとかですね、こう職にありつけるのは、まあそこもまた一握りってことで、厳しい厳しい世界です。だからですね、本当ギャンブルみたいな感じになっちゃいますよね。まあ、子供の時ですね、誰とも遊ばずね、あの遊びに行こうって誘われても、ずっと全てをこう練習に捧げて、ほんの 0.00 何パーセントの人がねこうものになるっていう、そんな世界ですよ。まあだからですね、やっぱりやらないのかな。であとやっぱ才能っていうのはありますよね、人間には。そういったスポーツもですね、多分持って生まれたもの、まあ努力もあると思うんですけど、やはりですね、よくあの歌のうまさとか、ね、絵のうまさ、足の速さとか、ああいうのは守って生まれたものだとか言われてますよね。まあだからですね、まあ、そういった、なんだろう、技術というかあの才能にあふれた人にですね夢を託すっていうのは、いいんじゃないですかね。まあ自分の場合ですね、三度の飯よりマラソンが好きという、親友がいます。だからまあ彼にですね、まあ自分のですねそういう夢託していこうかなと思ってます。まあ今日もですね、実は長野マラソンの日なんですよね。まあちょっとですね、こういったコロナのご時世でなかなかですね、そういった応援にはいけないんですけども、リアルタイムでですねこう外から応援できるということで、まあすごい時代になりましたよね。本当になんか麻痺してるけど、よく考えるとすごいですよ。まあですね、そろそろここからも帰りたいなと思います。でもなんかですね、感じたのがこう世の中のですね娯楽、まあ一つはこういうスポーツ、そしてまあ食べる、美味しいもの食べるとかですね、お酒を飲み、まあ、そして、まあ、踊るとかですね、
なんかですね、まあ私からすると、まあ、格闘技なんか大好きなんですけど、まあそういうのを見たりするというのはですね、大昔からまあ変わってないなと、まあ古代ね、ローマ帝国、あれでしょ、あのコロシアムとか、あれそうでしたっけ、ああいうの見て酒飲んで踊って、歌歌ってとか、これですね、多分原始時代というかですね、恐ろしい昔からあまりこの人のそういう娯楽というかですね、なんか変わってない気がしちゃったですよ今。まあこれがいいのか、悪いのか分かりません。まあそれではですね、なんか内容のない、なんかその長い動画になりましたが、最後までですね、ご視聴いただきまして、本当にどうもありがとうございました。